はい、今回は、さんちゃんこと三中元勝がめちゃ池から消えた理由と、ですね、えー、まあその後のまあ現在、どうしているのかということについて、えー、調べてお伝えしていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。 まあこのさんちゃんね、えー、この三か元勝っていう、もともとはこの一般人の人ですが、まあ、こちらの人についてですね多くの方が注目されているんですよ。で、あのめちゃイケっていう番組でですねまあ、一時注目されていたんですが、まあ、突然、突然、うんまあ、降りた、あるいは消えた、まあそういったこと。 に関心が集ままってますあとですね、えー、その後どうなったのかっていうことが、まあ、はっきりとは分からないんですが、まあ、言われていることっていうのがあるのでそちらについて今回はお伝えしていこうと思いますので今回もよろしくお願いいたします。 まあこのご存知の方もいらっしゃると思いますし、まあ、ご存知でない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、このさんちゃんというのはこれ何者かっていうことなんですね三中元勝っていう、えー、これ一般人なんですよもともとはねでこの一般人が岡村隆に憧れて、えー、まあこの芸能界でやっていこうかっていうことがまあきっかけだったんですけどまあこのさんちゃんこと三中元勝っていうのは最初の方はですね注目されていたんですが、えー、まあ徐々に徐々に、えー、まあ人気がなくなって、えー、そして消えていったっていうまあそういったあの展開なんですよで この、えー、最初は人気があったけど徐々に徐々にあの人気がなくなって消えていったのは、まあ、なぜなのかっていうことなんですがひ、まあ、一言で言うと、まあ、一言、まあ、いくつかあるんですが、まあ、この三、えー、中元勝がですね、まあ、調子に乗っていたということそれがあ大きなこ,のこれらの、えー 内容の共通点になると思うんですよね、うん、でこの三中元勝っていうのはあまあ調子に乗っていたっていうことの、まあ、具体的な話をここからしていこうと思うんですが、まあ、テレビの共演者とか、まあ、テレビの制作サイドの人たちも、えーまあ、よく思っていなかったと調子に乗ってるからね。で 2016年の2月に、まあ、視聴者参加型の国民投票という形を取ったんですがこちらでですね不合格になったんですよだからつまりはもうめちゃイケか,、えー、ここからまあ消えたっていう話なんですね。でこのめちゃイケから消えたっていうことに関していろいろ言われているんですが、まあ、その1つの説、まあ、説っていうか本当だと思うんですけど サンちゃんというのは、このめちゃイケに出演しているときにですね、えーまああのーまあ、こっそりっていうか、漫才コンビを結成してプロになったということが分かっているんですよ。サンちゃんはあのーまあ、芸人になりたいっていう、まあ、芸人志望だったんですが、あのめちゃイケにはです、ねえーまあ、素人ということで出てるわけですよね、一般人ということで。それあのね漫才、あのー、コンビ組んでプロになってしまったということでおかしいじゃないですか。しかも、まあ、そういったことが関与してかということもあって。 これまあめちゃいけよのまあ,あ企画をですね、えー、まあ逃亡したりしてたんですよ。そういったことが、えー、こう非常にマイナスなんですよね。 だからままあのその1つにはあのめちゃいけにま素人で出てる最中に漫才コンビを組んでプロになってしまったとそういったことから番組なんだろうね制作者とか共演者からもよく思われないしまこの後の話につながっていくんですが視聴者からもいろんな意味で悪く思われていたということからま出なくなったっていうことがまいくつか重なったんじゃないかと思うんです。で この、えー、三中元さん、ねえー、ちゃんですが、あのー、テレビに出てる時表側はですね当然わからないんですが、裏側の話っていうのがいくつか、えー、出てきておりまして、まあ、この裏側の話があまあひどいなと、まあ、そういった、えー、話なんですよ、でこの三中元かがあのー、めちゃイケで,で、すね裏側でまあ、あま横、あ、柄な態度を取っていたっていうことが、えー、いくつか分かっているんで、そちらについてね、えー、お伝えしていきます。 まあめちゃイケの企画の中で,です、ね、縄跳びをするっていうものがあったんですがその時このサンちゃんの履いている靴の紐がほど、えー、けたっていうことがあったんですねでその靴の紐がほどけたサンちゃんは、まあ、そのあのテレビの関係者の人をあの呼んで、えー、自分の靴の紐を結ばせていたと、まあ、あ疑問になるのは自分の靴の紐がまあ結べないのかっていうのも疑問なんですが、まあ、その自分のもし靴の紐が結べないのであれば、まあ、それはそれとしてです、ねえー、この後に実際にこの岡村隆が注意したっていうことも分かってるん で、こういったところの態度の、えー、まあこの大閉鎖が問題になっているんですね岡村隆史はこのようなことを言ったんですよ靴紐を結んで 盲点からありがとうございますと、どんだけしんどがってもありがとうございますと言わなあかんでと、だからサンちゃんっていうのは番組スタッフの人に靴ひもを結んでもらったのに、まあお礼も、えー、言わなかったっていうことがわかるわけですよ。もう完全にこのね、スタッフの人に対して大,大平な態度をとっていたっていうことが、えー、この岡村隆の発言からわかるわけですね。で、 またこのめちゃイケの企画の中でですね、えー、女性に街で声をかけるという企画があったんですが、さんちゃんはその時に、えー、そのね、えー、企画内で女性にあのため口で、えー、話しかけたということを、えー、があまあ、注目っていうか言われており、この時にも岡村隆に注意されているんですよ。で岡村隆はその時このようなことを言ったんですよね。テレビに出ているなら一般の方に失礼な話し方をしたらダメ調子に乗るのは絶対あかんっていうことを、まあ、岡村隆が注意していると。うん、この岡村隆の言って,ることって、ね あのもうまともで、えー、さすがね、まあ岡村隆っていうのはもう長くテレビにいるんで、こういうこと分かってるなと思うんですが、うん、あのテレビの企画ですからね、うん、そういうね、えー、その一般人の方に失礼なことを言ってはいけないわけじゃないですか、っていうことも分からずに、えー、調子に乗っていたのがさんちゃんっていう、まあ、そういったことなんですよ。だからこのね 番組のスタッフの方に靴の紐を結ばせて、まあ、お礼を言わないっていうのもそうですし番組の企画で街、えー、に出てて女性にね馴れ、えーまあ、なれしくタメ口で話すっていうのもそうですこういったところからまあ態度が横柄であると、まあ、そういうまあ,あなんていうのかな向き合い方のまあ問題があるんですが実は、えー、そのサンちゃんがですね、えー、この、まあ、めちゃ池を、えー、まあ,あなんていうのかなから消えた、まあ、大きなこの理由として考えられるのが、えー、このサンちゃんがですね、えー あのプロレスの企画があったんですね。えー、あみちのくプロレスっていう企画があったんですが、このみちのくプロレスの,あの企画をですね、えー、2回あの途中で、えー、放り出して逃げたんですよ。うん、で、えー、本人は何を言ってるのかというこういうことを言ってるんですね。 肉体的的ににもも精神的にも辛いのでで限界でに逃げましたよくカメラが回ってる時だけやってるんでしょとか言われるんですがガチでやっていたのでって言うんですけどこれもおかしいわけじゃないですか芸人志望って言ってますけどねそれは大切な仕事なんですから企画として回ってきてねでサンちゃんの言い分っていうのは 自分は芸人になりたかったと、えー、ねこっそり、えー、2人で、えー、ままああそのねえーまあ、芸人に,になったんですけど、自分はプロレスラーというのは芸人になりたかったということで、こういう企画はやりたくないとかって言って、まあ、逃亡したんですよね。まあ、確かに練習が厳しかったのかもしれないんですが、まあ皆さんも僕も思うと思いますし、芸能人とか芸人って言ってもね、自分がやりたい仕事だけしてるわけじゃないんで、で特にね、えー、こうなんていうのかな、仕事をそんなね回ってきたら、こなしていかないといけないわけじゃないですか。うん、でそんなこと 思っているのか分かりませんけど調子に乗って、えー、こうね、みちのくプロレスの、えー、に2回の逃亡を、えー、やったわけですよね。この道のくプロレスの2回の逃亡っていうのは当然これ視聴者も見てるんで、視聴者からこれ非常に、えー、マイナス要因となるんですよ。あ、サンちゃんって企画を途中で投げ出すんだっていうようなこと。で、こういったこともあって、えー、その番組共演者とか番組、えー、制作サイトの人にもよく思われていなくなったっていうことで、 あの先ほどのお話の2016年の2月の視聴者参加型の国民投票で不合格になったと、つまりあのまあめちゃいけからあまあ消えていったと、そういったことです。であのこの サンちゃんに関してはファンファンではないんでしょうね。まあ、気になる人というのが多くいて、このサンちゃんをまあ、どうしたのかっていうのを調べる人が多くいらっしゃるんですが、サンちゃんはこのめちゃイケの最終回にサンちゃんだけ呼ばれなかったっていうことなんですよ。うん、だから普通に考えてね、それほどまでにあの番組、えーまあ、共演者とか制作者によく思われてなかったっていう、まあ要は自業自得だなっていうようなところもあるんですけど、まあそういったことからまあ消えていったと。で 気になるのが、サ、え、ン、ー、ちゃんはですね、えー、このめちゃイけから消えた後に、えー、その後の現在どうしているのかっていう、まあその後ですね、まあ、現在というのは今の、えー、直近がどうかというのはわからないんですけれども、まあ,あのこのね、えー 企画でで逃げたわけですよ、うん、この <laughs>「道のくプロレス」っていう企画で、えー、逃げて、えー、番組共演者、えー、番組制作者にマイナスのイメージを持たれさらにあの視聴者からもねマイナスのイメージを持たれ、えー、そういったことになって、えー、まめちゃいけから消えたとでその後ですね、えー、この鈴木治っていう放送作家があの中目黒のちゃんこ屋を紹介してくれたみたいなんでサンちゃんはそこであのアルバイトをしていたっていうことを言われてるんですよつまりサンちゃんっていうのは芸人でもなく、えー、まあ、アルバイトフリー になったっていうことなんですねその後の現在ねだからあのー、一時期注目されていて、えー、まあ、人気っていうかがあったんですがそこから調子に乗り乗り出して、えー、こう ね、えー、なんていうのかな、めちゃいきからもまあ、消えて、えー、まあ,あのテレビからも消えたっていう、そういったことです。で、今回のこの件っていうのは、やっぱり思うことっていうのがありまして、僕も調べていて、かあの思うことがあるんですけど、このサンちゃんのことが、まあ、まあ、反面教師っていうか、えー、まあ、いい、えー、まあ、例というか、勉強になるななるなと思うんですが、やっぱりね、このね人に何かしてもらった時に、感謝の気持ちを伝えられないっていうことでは、それはね、あの消えていきますよ、あの別に芸能界でなくね。で まあ、もしもなんですけど、あの普段からね、えー、ちゃんとそういう、えー、まあきちっとした対応とか、えー、まあ普通の対応をしていれば、ね、えー、もうちょっと違った展開とか、周囲の人も助けて、えー、くれることがあったんじゃないかななんていうことを、えー、まあ思いましたっていうことで、このさんちゃん、えー、三中元勝の件に関しては、ですね、調べる方もいらっしゃると思いますので、えー、まあちょっと僕なりにまあ調べて思ったことっていうことでお伝えしてみました。まあ、リスナー様の何かしらのご参考になっていただける点があれば何よりですっていうことで、今回のコンテン コンテンテツここでで終わりです。最後まで聴いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。